あの人の現在。島倉千代子の現在。細木数子持ち逃げ騒動の真相も明らかに。演歌・歌謡曲歌手の島倉千代子さん、もう亡くなってますが、今でも皆さんの記憶には残ってますよね。そんな島倉千代子さんですが、細木数子さんの持ち逃げ騒動とは？今回は島倉千代子さんの現在の様子、さらに細木数子さんとの持ち逃げ騒動の真相についてご紹介しましょう。細木数子持ち逃げ騒動の真相。島倉千代子さんは生前莫大な借金がありましたが、その原因が細木数子さんの持ち逃げによるものだったという噂があります。実は島倉千代子さんが借金問題に悩まされている時に、これを救ったのが細木数子さんだと言われています。その当時まだ4億近くの借金があった島倉さんの後見人になったのが細木数子さんの内縁の夫だったということ。借金の取り立てに来るヤクザたちと細木数子さんの内縁の夫が懇意だったようで、細木さんが島倉さんと債権者たちとの間に立って場を収めたそうです。その恩を感じ、島倉さんは細木さんのことを細木のママと呼んで甘えていたということ。普通に聞くといい話に聞こえますが、実は違うんですね。借金を肩代わりした細木さんですが、その代わりに島倉さんの興行権を手に入れ、芸能プロダクションミュージックオフィスを設立。そのプロダクションで島倉さんを管理して働かせていました。島倉さんは細木さんを信じていたので、借金返済のために必死に歌手活動を続けたんですね。しかし自身が抱えている借金以上の金額はとっくに稼いでいるのに、なかなか借金が返済できない。一説によると、ただ働きのようなことを3年間もしていたと言われています。もしかして自分の稼いだお金を細木さんにちょっとずつ持ち逃げされているのではと疑うのも無理はありません。実際に持ち逃げというか、ただ働きさせられていたわけですからね。数年後、この状況を見かねた島倉さんの知人が助け舟を出し、借金の肩代わりをしてもらって事務所を移籍したことで、この借金問題は終結しています。そしてこの搾取状態が判明した後は、島倉さんは細木さんについて何も話さなくなり、関係も切ったということです。つまり真相は細木さんの持ち逃げではないですが、搾取っていうことで非常に立ちが悪いですよね。金銭トラブルがあったのは間違いないと思いますが、細木さん側は認めていないということ。芸能界って怖いですよね。現在、島倉千代子さんについて書いてきました。テレビで見かけた島倉千代子さんはとても優しそうで、にこやかな表情が今でも浮かびます。実際とても優しい人だったようで、困った人は助けていたようですね。スタッフの評判は良かったようですし、人望もあったようです。しかし、悪い人はいるので、そういう人に騙されたということなんでしょう。たくさん傷ついたからこそ、あんなににこやかな振る舞いができたのかもしれませんね。2021年3月30日で生誕83年ですが、これからも島倉千代子さんの歌は語り継がれていくでしょうね。人生いろいろ、本当にそんな人生だったように思います。